れだね、もうさっき明日はラブリオンビールとかに帰ってくる、うん、そうそうそう明日は明日ね、うん、それカシスって言われても全然 OK やあ、閉めたぞみんな、そうだね、この来たよ来た来たよ、芝居が注いでる時にかなりいい香りがするのでかぐわしい、どうだろう、洋酒クラスと比べちゃうよ、私はそんな大したことないでしょう、なんていうビールでしたっけ、エールスミスのナムスカルという、ナムスカル、はい、ナムスカルと俺みたいな感じで、あ、いいから、ね、あ、いいがいい、下がってろいいが下がってろあ、俺取らないよね、俺みたいなうさいおっさん取らないよね、タコガキイカなんだ、そうですね、かなり、あ、香りを楽しんでください、めっちゃいけ、お料理が来ましたか、これがですね、あ、でも匂ってくる、確かに。こちらが、こちらが。いや、これは確かに。うん、エールスミスは何でしたっけ？ナムスカルというビールです。ナムスカル、ビアスタイルとしては、ちょっと匂い嗅ぎたいです。回していきましょうか。回しましょう。ビアスタイルとしては、バーレーワインというビールスタイルですね。エールスミス。どんな感じ？バーレーワインというのはどんな感じなんですか？ですね、本当にイギリス発祥のビアスタイルで、ペールエール、そちらのインディアンペールエールとはまた違ったペールエールの発展系です。先ほど分かった気がする。大丈夫なの？すごい、いい感じでいただきますね、これ。そうですね。ダメ。これ結構冷えてるんですけども、ゆっくり飲んでいただければ温度変化でまた香りの開きもよく楽しめるかなと思います、そう、確かに時間かけてやっぱりワインっていう名前だけは、ね、ね、楽しみ方もワインと同じような楽しみ方でいいかなと思います、あとこのビールに関しましては本当に食事を選ばないです、味は濃いんですけども表情は豊かなビールですので、どこを切り取ってもいいビールです、めっちゃ営業するこれ、はい、まだこちらの中身残ってますので、はい、皆さんでお楽しみください、おー、殺し合い始まるじゃあ乾杯しましょう、ビンバ乾杯、はい、ビーリンナイツかしゃんみたいなあかんかん豪華に払ってもらうよそれ、そう俺ほんま泣きながら出しで逃げるから、あ、確かに理解できる、なんかチョコみたいな、うん、ちょうどアメリカンナッツが来ました、アメリカか、辛い量とも合います、そう、これカマペーニョとかも合います、これ食いたかったんだよ、こっちの方にお願いします、でもじゃあアメリカンナッツ食べたい、ビールでこんな味するんだな、俺普段食べなくて飲んでるない、日本のビールがどんだけ味ないか、あれは庶民にも飲めるような、万人受けにしてるからね、結局俺名前聞いたの忘れちゃった、何だっけ、ラムスカルです。ラムスカル。ラムスカル。そこには載ってないのかな。はい。はい。プーチン大統領。はい。お、プーチン大統領。プーチン大統領。はい。うん。じゃあ、ワニ屋さんの遊びで。どう？